はい、本日はですねこちらノースフェイスのヌプシジャケットを紹介していきたいなというふうに思います。でこちらのジャケットはですねもう定番中の定番で絶対にこれ街中で一回見たことあるでっていうぐらいもう定番のダウンジャケットやと思うんですけど、これテーマにしとこうか。はい、まあ、僕はですね今年買うっても決めてたんですよね。で以前からまあこれは買うんですみたいな話動画でチコチコ言ってたんですけど、まあ、最初は赤とか黄色って結構派手な色あるじゃないですか。 いかにもヌプシジャケットっていうような色あると思うんですけど、それをちょっと今年は買おうと思ってたんですけど、なんでこのヌプシのカモにしたかっていう、まあ迷彩柄じゃないですか、にしたかっていうとですね、僕以前ノースフェイス人気アウターの着用動画っていうのを作ったんですよね。それ視聴者さんにこう出てもらって撮影したりとか送ってもらったりとかして動画1本作ったんですけど、その時にヌプシを着てはる方がいてて、そのカモを見た時にあめちゃくちゃ似合ってはんなと思って、めっちゃかっこいいなと思ったのがきっかけで、あ今年俺やっぱ赤と黄色やめてこっちの迷彩にしようと思ってこちらの迷彩を購入したという流れになってますので、まあ、本来であれば視聴者さんのために動画を作ったんですけど、結果的に僕のためになってたということになってて、ヌプシの迷彩を買ったという感じにはなってます。でまあこのヌプシのダウンジャケットって僕も実際こうやって今触ってみたらですね、いろいろやっぱりこのやっぱり名作である理由というか、ほんまに今から25年ぐらい前からずっと発売されているまあゆえんみたいなのがやっぱこの最低限やけどちゃんと機能が備わってるみたいなところがあるんですよね。あなるほどなみたいな感じもあったりするので、まあ、その辺のお話をざっとしていこうかなというふうに思っておりますので、まあ、今日もいつも通りですね、まずはこの形どういったところにポケットがあってそういったあのディティールがあるかっていうのをまず見てもらって、でその次に特徴ですね、こういった特徴がありますよみたいな話をして、でその次にデメリットですねとは言いながらもやっぱりヌプシにもデメリットはあるんですよね、まあ僕が思うですけどね勝手にっていうのがあって、で次におすすめの人、そしてサイズ感という順番でいきたいなというふうに思いますので、まずはいつも通り形から見ていきたいなと思います。まずはパッて見てもらったら分かる通りヌプシのダウンジャケットってこのモリモリな感じで、ノースフェイスってここにロゴが入ってると。じゃあポケットどこにあんのというと、この両脇のところにポケットがあるんですね。でちゃんとポケットの上にはフラップって言って、要は雨とかが風とかが入ってこないような生地を上から貼っつけてるんですね。でこれをすることでどうなのって言ったら、今も言った通り雨も風も入ってこないということになってるっていうのが、左のポケットにもあるし右のポケットにもあるっていう、このポケットが2箇所あります。そしてじゃあ裏側はどうなってんのというと、裏側はですね特に何もないんですね、ポケットは。でまあロゴはもちろん入ってはいてるんですけど、特に、ポケットなどはない。じゃあ前を開けましょう。ビーッと開けるとこの左胸のところにポケット、しかもジップ付きのポケットっていうのがあって、これはですね裏返していくと、これがポケットになってるんですね。だからこのダウンジャケットをこのポケットを裏返してギューって入れていくとちゃんと収納できるようになってるんですね。だからまあそういったところもある。もちろんポケットとして使うこともできますので結構深いんですよね。どれぐらいかというと、例えばスマホなんかやったらすっぽり入るんですよ。あら入らんかった。こんな感じですね、すっぽり入りますよっていう感じになってたりだとか、もうねここまであるんですよ。だからこんだけ幅があるから、もしかしたらこの手帳も入るかもしれないですね。手帳が入ったということになってるので、まあ、まあこれ見てもらったら分かる通り、これ B5 になってるかな、分からんけど、まあ、それぐらいの大きさの手帳がすっぽり入るぐらいの大きさがあるということになってます。でこの右側に関しては特にポケットはないのかな、今初めて見てるから分からへんけど、おそらくないですね、というのがパッと見たディティールかなというふうに思います。ではですね特徴を見ていきたいなと思うんですけど、このヌプシのダウンジャケットでもう真っ先にじゃ何が特徴的っていうと、もうこれやなと思ってるのがやっぱりダウンの質かなと思うんですね。でダウンの質って何っていうと、このヌプシって、まあ、パッと見てもらったら分かる通り結構モワモワなぐらいダウンが入ってて、まあ、ちょっと今年に関しては表記なかったんで分からないんですけど、毎年700フィルパワーっていう高品質なダウンをこの中に入れてあるんですよね。でまあ700っていうとノースフェイスのダウンの中でも結構高い方なんですよ、まあ、もちろんヒマラヤンパーカーとかめちゃくちゃスペックの900フィルパワーのやつもあったりするんですけど、他のノースフェイスのマウンテンダウンジャケットとかバルトロとかっていうのは数値とか出ててもちょっと低かったりするんですけど、まあ、それよりかはいいダウンジャケットが、ダウンジャケットじゃないいいダウンが彫り込まれてるということになってるので、このふわふわ感見てもらったら分かると思うんですけどね、まあ、確かに充実のふわふわ感ですなあいう感じになってるので、まあ、いつも言ってるんですけども、その数値がね高ければ高いほど軽いんですよね。だから余分なもの入れんでいいので軽くできてるということになってるので、まあ、単純にあったかくするだけやったらもうダウンをめちゃくちゃ掘り込めばあったかくなるのは、どんなダウン使ってもあったかくなるんですけども、その分重たくなってくるってことなんで、ダウンジャケットのいいところってやっぱり軽くてあったかいっていうところがいいところなんで、まあ、よりいいもののダウンを入れていけばいくだけどんどん軽さが出てくるということになってますので、こちらのヌプシのジャケットも軽さがめちゃくちゃ軽いということになってるっていうのが、まあ一番の特徴になってくるんじゃないかなと個人的には思っております。で次の特徴がですね、まあ、
からはですね、最低限の機能というのがちゃんと備わってるっていう話になってくるんですけど、まあ、これが撥水の加工があるんですね。多少例えば水とかパッて飛んできたりとか、ちょっと居酒屋行ってて隣の人がいきなりワインこぼしてジャケットに当たったりしても、多少の水とかであればしっかり弾いてくれたりとかするっていうのになってるので、まあ、この辺はしっかりがっつり雨が降っちゃうと、まあ、全然入っちゃうことはあると思うんですけど、まあ、撥水って言って多少の弾きぐらいはありますっていうのが、まあ、ほんまに最低限の機能がちゃんと入ってるっていうことになってるんかなというふうに思いますし、で次の特徴っていうのがリップストップナイロンということになってるので、まあ、これよくアウトドアメーカーで見るんですけど、パーってよくね近くで見てもらったら格子状になってるんですよね。で、あ、なんやこのバッテンみたいな四角のマスみたいなのがいっぱいあるなと思ったりしたら、要はそれのおかげで引き先とかビビって破れた時にビリビリビリってそこまで大きくならずに止まってくれるんですよ。だから例えば引き先とかがあったとしても最小限で収まってくれるっていうのがあったりとかするので、まあ、この辺とかもいかにもアウトドアっぽい、まあ、元々はキャンプのテントとかから出たようなアウトドアの、まあ、機能というかそういう生地なんですけど、まあ、それがちゃんとダウンジャケットにも、あるということになってて、まあ、この辺に関しては結構ねノースフェイス以外にも、まあ、パタゴニアもそうやし、あとナンガなんかもあったりするので、まあ、これはいかにもアウトドアメーカーらしいなっていうことで丈夫さがあったりするということになってたりだとか、あとはまあ静電気圧設計って言ってダウンジャケットの上でしたらバチバチくるじゃないですか。でそのバチバチが全然こうへんということになってるので、まあ、その辺なんかもいいなということになってたりだとか、あとはですねこうビルドインフードって言ってこの中に実はフードがしまってあるんですね。だからこれをビリって開けてあげてくる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 って言ってフードを出していってあげると、ちゃんとフード付きのジャンバーみたいにはなって、ジャンバーって昔の言い方になってなったりはするんですけども、まあ、基本的にヌプシのジャケットといえばこのまま着て中にフリースじゃなくてパーカーを着るっていうのが、まあ、サムネ見てもらった後分かると思うんですけど、僕あれを着たくてあれがしたくてこれにしたんですよね。で中に何を着るってもうグレーのパーカーって決めてたんですよ。だからグレーのパーカーありますよね、そしてこの上からヌプシ着ますよね、ほな最高やんってことになったりすると思うので、まあ、それをしたくて、まあ、これを選んだということになってて、こうやってね見てもらったらはいはいはいこれよく見るスタイルでも絶対外さへんスタイルねってなると思うんですけど、まあ、こういった感じで合わせれるということになってるので、僕はあんまフード使わへんとは思うんですけど、一応そういうビルドインフードがあったりはするという感じにはなっておりますね。で次がですね、よくヌプシのジャケットってこれって実はですね日本でもあるし韓国でもあるしヨーロッパでもあるしアメリカでもあるって言って、その国によって若干形が違うかったりとか、あとデザイン、ここに輪っかのところにノースフェイスであったり前にノースフェイスがなかったりとか結構いろいろあったりはするんですけども、同じヌプシジャケットと一口に言っても国によって全然サイズ感が違うかったりだとか、ちょっとこう形が違うかったりするので、まあそれはお好きなやつを選んだらいいと思うんですけど、まあ結局後の修理とかそういう何かあった時のことを考えると、まあ結局はその日本製のやつ持っとくのが何か修理とかもすぐ出せれるし、まあ何かあっても心配ないじゃないですか。だから僕はあんまりその海外のやつあんま興味なかったりはするので、まあそこはね個人差があったりはすると思うんですけど、一応そういった形で今回日本のヌプシジャケットを購入しているという感じにはなっておりますね。まあこの辺がヌプシのダウンジャケットの特徴かなと思うんですけども、よくバルトロとかの完全に風通さないですよとか、マウンテンダウンジャケットとかでも絶対水なんか通しませんよっていうめちゃくちゃ高機能ではないんですけども、まあダウンの質とかに関してはちゃんといいものを使ってる、で生地もちゃんと強いものを使ってる、で撥水ぐらいやったらちゃんと対応しますよみたいな感じの、ほんまいいラインの、街で着るにはもう絶妙なラインの石をちゃんと保ってくれてるんですよね。でそれをすることによって値段もちゃんと下げれてるみたいな感じっていうところが、まあヌプシがずっと続いてるところじゃないかなと、まあ個人的には思ったりはするんですけども、まあデメリットもあるんですよね。でじゃあデメリット何があんのっていうことになってくるかなと思うんですけど、このジャケットっていうのはですね、やっぱり雨に弱いんですよ。ダウンジャケットの敵って何なんかっていうと、嫁さんの文句でも旦那さんの足の臭さでも子供のわがままでもなくて、とにかく水なんですよね。もう水に濡れたら終わりなんですよ。で何が終わりなんていうと、この中に入ってる綿あるじゃないですか、これが水に濡れることによってぺちゃんこになるんですよ。だからまた乾かしてあげて、乾かしてまたはたいて、もう傘とかを戻していってあげないとダメなんですよね。だからそれをしやなあかんっていうこともあるし、もちろん濡れることによって傘とか自体がもうちっちゃくなるっていうこともあったりするので、やっぱ濡れちゃうのはどうなんかなっていうところやのに、生地が濡れる可能性があるということになっているので、普通に晴れの日とか曇りっていうのはもう全く問題ないし、むしろこれコスパええですやんっていう感じだと思うんですけど、じゃあ雨降ったらどうすんのって言われたらギクってなるんですよ。だからそれがちょっとデメリット、唯一のダウンの欠点である水っていうところをカバーしてないっていうところが、これは別にノースフェイスが悪いとかじゃなくて、結構ダウンジャケットって他もそうやと思うんですね。普通のナイロンの生地使ってるだけとか結構あったりするので、ダウンは濡れてしまったら終わりなので、まあその辺のちょっとカバーができないところがあるので、まあ雨とかが降りそうってなったりしたらちょっとあんまり着ん方がいいんじゃないかなと個人的には思います。まあもし仮に濡れたっていう場合はですね、例えば乾燥機ってあるじゃないですか、ドラム式のこういった乾燥機、あん中に僕よくやるんですけどテニスボールこう入れるんですね。でそしたらテニスボールがパーンって当たることによってダウンがちゃんと
散ってくれて、でこの生地の中でふっくらしていってくっていうのがあったりするので、まあ、そういった戻し方なんかもあったりはするんですけど、あくまでそれも緊急の対処法みたいな感じにはなってるので、あんまり濡れるのはよろしくないんじゃないかなっていうのがまあデメリットであるということになってるので、まあ、それ以外のデメリットじゃ何って言われると、やっぱり結構こんだけいいからずっと25年も続いてるじゃないですか。だからそんな悪いなとは思わないんですけど、やっぱ濡れちゃうのはちょっとどうなんかなというふうに思うので、まあ、その辺のちょっとケアはしてあげた方がいいかなというふうに思いますし、あとまあ個人的にはですね、僕は結構寒がりやったりするので、このヌプシのジャケットだけではちょっと冬は、あの真冬はほんまに寒いので、1月とかはちょっともうこれだけじゃ多分無理やと思うので、まあ、ちょっと僕は寒がりの人なんかにちょっと厳しいんじゃないかなというふうなところがデメリットかなというところで、じゃあ逆におすすめの人はどんな人がおすすめなのって言ってくると、例えば大阪市内とか東京都のど真ん中、市内、あのどこがあの都会なんか分かりませんけど、渋谷とか新宿とかあるじゃないですか。ほんならそういうところとかやったら、やっぱりあんまりビルとかもあって風がビュービュー来ることがなかったり、まあ、人が多いっていうのはあったりして、そんな寒くないとかっていう時は、こういうヌプシジャケットはめちゃくちゃ活躍すると思いますし、それこそ、まあ変にこう例えばベンチレーションがあったりフードがついてたりするとカジュアルにちょっと寄りすぎると思うんですけど、ほんまに至ってシンプルじゃないですか。だからさっきみたいにこう中にフード入れて、パーカーも中にもちろん着れるし、例えば僕今これなんか T シャツなんですけど、この上からパッて羽織ってあげるだけでもうこれだけで全然良かったりするので、結構まあ街中で着るっていう分にはもう合わせやすさもあるし、何着ても合うっていうのもそうやねんけども、ちゃんと保温性もあったりするので、まあ街で着るとかっていう分には全然問題ないと思うので、これ着て例えば天体観測行こうかとか、もうずっとイルミネーション見とこうかとか、冬のスポーツ観戦行こうかってなってくると、ちょっとまあ微妙なんかなとかって思ったりはするんですけど、まあ全然その街中ショッピングするとか、その都会のどこへちょっと行くとかっていう程度であれば全然問題ないかなというふうに思いますので、そういった方なんかにはおすすめになってくるんじゃないかなというのが、はい、おすすめの人かなというふうには思います。はい、ということでですね、まあ、最後はサイズ感を見てもらおうかなと思うんですけど、僕がですね178、65キロということになってて、まあ、最近ちょっと体重が増え気味ということになってますので、ほんまやったら65じゃおそらくないだろうなという、体重計乗ったら67とかあるだろうなとは思うんですけども、あえてここは65と言わせてください。65キロになってるんですけど、これ今回はですね XL を購入したんですね。でサイズとしては L サイズも着用して、 L でも全然問題なくて、で L でも良かったかなと思ったりするんですけど、最近ヌプシって結構なんていうんですか、スタイリッシュになってるじゃないですか。だからこう昔のヌプシって結構ダボっとしてる感じだと思うんですね。だそのイメージが僕の中でちょっとあったりしたんで、そういう感じで着たいなと思ったりした時に、ちょっと L やとすっきりしすぎてるかなと思って、まあ、あえてワンサイズ上を上げましたという感じになってます。まあ、ちなみに着方としてはですね、これ普通に着てたらこの横のところがストーンと落ちちゃうんですね。だからあえてここドローコード絞ってギュッて上に上がるようにしてあげれば、ちょっと何ですか、昔っぽい感じで切れたりとかするんかなと思って、これをドローコードを元に戻してあげると、このストーンと落ちちゃうんですよね。であんまりストーンとこうやって落ちちゃうのあんま好きじゃない、このジャケットに関してはもうちょっとキュッてなってほしいので、まあ、ドローコードをギュッて締めてあげることで上にヒュッて上がってくるので、ちょっとまあゆったりした昔のヌプシっぽい感じで切れるんじゃないかなという感じで XL にしておりますということになってますので、最後は着用動画見てもらって終わりにしたいなというふうに思います。本日はですね、ヌプシジャケットを紹介してみたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。